金服は、清史時代の武術家。字は、徳康。号は、琴吹法。外号は、鉄五屋瀬院。中国河北小貴賢人。幼い頃から武術を習い少林武芸に通じる。はじめ海賊の拳しやす長家につき、後に、河北をやり、旗を取り正しに月きら関係。十二祖寺団体を学ぶ。後に、東海側に。 大芸投げ師として門下に入り、発揮手のひらを学ぶ。鉄号や繊維の外号の通り、指甲に優れ、それを用いた武勇伝も数限りないほどである。東海側は、門生が治めていた伊を生かす方向で教授を行ったため、各門生ごとに、特色の異なる商法や、当時を授けた。それを裏付けるように、陰服の商法には、 旗を取りただしに学んだ十二祖寺団体やら観点を、八家手のひらの原理に創用改変させたもも方が多く盛り込まれている。陰服が、門政に伝えた内容は大きく、大家手のひら式と、小華手のひら式に分かれる。大家式は、宮中に入る以前に教授していた、東海川直伝のものであり、小華手のひら式は、宮中に入った際に相関府都官や高所邸に、 教えるために作られたものである。大化手のひら式は、霊、玉、甲、もろ位の風格を特徴とし、八大老税、二十四税かみなかした三皿蓮法六十四手で構成される。小化手のひら式は、即、小面、匠の風格を特徴とし、六十四手のひらで構成される。また外伝として、羅漢権が伝えられている。弟子は、 バタカシ、ヨウシンボン、キョケイゲン、タゴセン、リエケイ、リュウヨシトミ、ミヤホウザン、キュウタカラダ、インタマアキラ、インキンギョクナニキンイサオ、キミクエ、モンダカラチン、ホウキュウシュン等がいる。指導を受けた者には各古民党。馬高バタカシ、ヨウシンボン、キョケイゲン等は、ト海川より直接指導を受けたため、インフクが伝えた商法と風格が異なる。 武術2002年統合、春号、下から陳著、伝統発見手のひら、第一冊、人民体育出版社。ありがとうございます。